シュコダ 15T は、チェコのシュコダトランスポーテーションが展開する路面電車車用。車内全体が低床構造となっている100%超低床電車で、2020年現在チェコのプラハ市電、ラトビアのリガ市電に導入されており、ホアシティアルファというブランド名が付けられている。2008年に発表が行われた低床構造を用いた連接車。 同年に試作車が製造され、量産車製造へ向けて、プラハシデンで試験が実施された。片方の車体に運転台がある。片運転台車両で、乗降扉も右側面にのみ設置されている。流線形の外見を含めた、車内外のデザインは、インダストリアルデザイナーのパトリック・コタスが手掛けており、衝突対策をはじめとした安全基準に適合した、設計となっている。 従来、四股ダ・トランスポーテーションで製造されていた、アストラやエレクトラ等の超低床電車は、台車が車体に固定されており、プラハシ電をはじめ各地で、曲線走行時の騒音や台車、レールの摩耗が問題となっていた。そこで、15T の台車は、回転軸を有し車輪系を低くした、ボギー台車が用いられており、手電動機や制御装置は騒音を抑えた。 男性車輪の外側に1機ずつ搭載されている。これにより、曲線走行時の騒音や台車、線路の摩耗が抑えられるほか、オーバーハングを短くすることで車体の曲率も抑えられ、自動車との衝突リスクが軽減される。回転軸は車端の台車は1箇所に、連接部の台車は各車体と接続した2箇所に存在する。これらの電気機器は、 マイクロプロセッサ制御によって管理されており、営業運転時の最高速度は時速 60km に制限されているほか、制動装置にも電子制御、ブレーキシステムが用いられている。終電装置は先頭車両の運転台側屋根上に1台設置されている。各車体には右側二箇所に幅ミリメートルの両開き扉が設けられており、三車体連接車では 右側面の40%が乗降扉になっているため利用客の移動の容易さが向上している。また、半透明の仕切りで客室と区切られた運転室にも独立した乗務員扉が設置されている。車内はクロスシートが配置されているほか、先頭、中間車体には車椅子スペースやフリースペースが存在する。台車は高さを抑えていることに加え、運転台や 連接部分、後方など、利用客の移動の支障にならない場所に配置されているため、連接面も含め車内の床上高さは 350mm450mm、上高扉付近は 320mm に抑えられている。15T の最初の導入先であるチェコの首都、プラハを走るプラハ市電には2009年に量産車が導入され、2010年に実施された、 試運転を経て、翌2011年1月28日から営業運転を開始した。その後は大量生産が実施され、2014年に100両目、2017年に200両目の車両が導入されている。その中で、2015年以降の心臓車両については、客室の空調に冷房機能が追加され、Wi-Fi 通信にも対応するようになり、 滑りやすいという指摘があった座席が木製からプラスチック製に改められた。また、車両の塗装も変更され、倉庫をはじめとする灰色塗装が白色に窓状塗装が銀色に改められ、前面には自動車や歩行者からの認知性を向上させるため、警戒色として黄色が塗られている。製造は2019年まで続き、同年2月に 最終増備車となる9450が出場した。2020年現在は250両が、プラハシデン各地の系統で使用されている。そのうち、前述の通り2015年以降に製造された126両は、製造当初から冷房が搭載されている。一方、未搭載の状態で製造された124両についても2018年に、 空調装置の搭載を含む改造工事が実施されることが決定している。2007年、ラトビアの首都リガで路面電車を運営するリガ交通局は超低床電車導入に関する競争入札を実施し、翌2008年にシコダトランスポーテーションとの間にフォアシティ、アルファ導入に関する契約を交わすことを決定した。プラハ向けの 15T をもとに、 最低気温が低接し40度に達する環境に合わせて暖房が強化され、プラスチック製の座席が下に強い布張ばり性に改められているほか、台車の一部が不随台車となっているなど、リガでの使用条件に適した設計変更が実施されている。当初の契約分は3車体連接車20両であり、2010年4月から営業運転を開始し2012年まで導入が、 行われた。それと、並行して、オプション分の講師も行われ、まず全長41メートル級の4車体連接車6両の導入が行われた。2016年には輸送力増強を目的に3、車体連接車15両4車体連接車5両の追加発注が実施されたものの、翌2017年に導入されたのは3車体、連接車1両のみとなり、それ以外の車両は、 翌2018年以降順次導入が行われている。2020年の時点では3車体連接車26両、4車体連接車7両が在籍する。シュコダ 27T2012 年6月、中国の鉄道車両メーカーである、中国中車鎮太を司法規制車両は、シュコダトランスポーテーションとの間で、シュコダ 15T の10年間のライセンス契約を結び、2014年に、 チェコから輸入された部品を用いシュコダ 15T の同型車両を一両生産した。この車両をもとに、チンタ四方放棄車車両は、翌2015年に中国での使用条件に合致した改良型車両である 27T の生産を実施し、チンタ市に開通した青島有機電車に導入している。ありがとうございます。